サムライチャンネル窃盗団へようこそ。今回は誰にも気づかれずに移動できる窃盗団にはね、大変ありがたいこのバッテリー走行システムについてお送りしていきます。このハイブリッド除雪機はモーターでクローラーを回転させてますので、エンジンをかけなくてもね、3分間以内だったらね、移動できるっていうシステムなんですよね。ただバッテリーの消耗が激しいようなので、エンジンがねかからなくてどうしても移動したいっていう時の緊急時のみのね使用に限定した方がいいようですね。それでね、3分間でだいたいどのぐらい移動できるのかなっていうのをね、さっきからね前に行ったり後ろに行ったりしながら計測してみたんですけど、だいたいね1秒間に1メートル進んでるのが分かったので、まあ、3分間で180メートルの移動が可能だということがね、わかりました。まあバッテリーのね、状態にもよると思うんですけど、一つの目安になるかなというふうに思っています。さあ、それでは肝心のやり方なんですけど、まずはね、鍵を運転にします。そして、旋回レバーをね、右手と左手両側3秒間握り込みます。そうしますとね、ここのランプがね、点滅するんですよね。そして点滅してから5秒以内にクラッチを握って速度調節レバーを倒し込んで移動させます。動き出してしまえば通常の操作と同じように移動することが可能となります。そしてね、すごいのが安全のために操作をねやめると今度ねこの移動ができなくなるっていう仕組みがあるんですよね。今点灯に変わりましたね。何も操作しないでいると赤と黄色のランプが点灯に変わって移動できなくなってしまいます。この操作方法は万が一のためにもね、必ず覚えておいた方がいいかなというふうに思っています。このバッテリー走行システムは他の除雪機にはないハイブリッドならではの機能かというふうに思います。他の除雪機ではね、もうエンジンがかからなければこんなに簡単にね動かすことはできないですからね。さあ、それではもう一度3秒間握ります。そして赤と黄色のランプが点滅したら5秒以内にクラッチを握ってレバーを倒します。この5秒以内にっていうのが一つのポイントですね。このモーター音聞いてるとね、ハイブリッドだなっていうのをね実感できるんですよね。このホンダのハイブリッド除雪機はエンジンは発電と除雪、そしてエンジンで発電した電力を使ってクローラーをモーターで回転させています。車に例えるなら日産の e パワーのねシステムに似てるなというふうに思うんですけど、ホンダはねこれを2001年から発売してるんですよね。その当時はね、私もそんなハイブリッドなんて雪国じゃ使い物にならないぞというふうに思っていたんですけど、使ったらね抜群に操作性がいいんですよね。そして驚くべきことに、この除雪機はね、回生ブレーキがついてるんですよね。旋回減速機構付きっていうことで、まあ大したね、電力はね、バッテリーに戻してはないと思うんですけど、まあそれでもそういうね、システムがついてるっていうのはすごいなというふうに思います。さあ、それでは窃盗団ならではの逃げ足の速さをご覧いただきたいと思います。今回は雪の上と違ってオンロードですんで、このグリップ性能を活かしたロケットスタートをご覧いただきたいと思います。それではバッテリー駆動システムを起動させていきます。さあ、このハイブリッド除雪機のフットワーク、250キロのこの巨体をね軽々と動かしていますよね。そして何よりね、エンジンをかけないで動いているっていうのがすごいところですよね。これならエンジントラブルで
泊まってもらっては困るところでね、泊まってしまった。そんな時でもバッテリー走行システムがあれば安心してられますよね。さあ、それでは準備が整いましたので全力ダッシュをお見せしていきたいと思います。さあ、本気の全力ダッシュ、なかなかの速度ですよね。このバッテリー走行システムは困った時のあなたの助けになってくれるはずです。ぜひ心のノートにね、メモしていただけたらと思います。さあ、今回も残念ながらお時間となってしまいました。雪は降りませんが、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。